ととは、目上のの者意味をを用いるる。ことを忌避する中国など東アジアの漢字文化圏に見られる慣習である。二次名の場合にどちらか一字を忌避することを偏記という。この項では中国の引機を中心に記述する。中国では古来、親や主君などの目上にあたる者の意味名を呼ぶことは極めて無礼なことと考えられており、特に皇帝及びその祖先の意味名については、 時代によって厳しさは異なるが、あらゆる進化がその意味名を口にしたり書いたりすることを慎重に避けた。ある王朝の皇帝に関する引きの範囲はその時代のあらゆる言語表現に及び、例えば引きに触れる文字を含む人名や地名があった時には、敵に意味名に当たらない名前に改められ、さらにはその意味な字に通う音の字を改めることさえも行われた。 王の体操のように引きを免ずるみことのりを下す君主もいたが、このような例は稀である。ただし、生民のように複数字の意味名は片方の文字だけならば使用しても差し支えないとされることが多かった。また、広く使われ、禁じられると支障が出る字を意味名に持つ者が皇帝に即位する場合は即位と同時に解明する場合がある。真の人相と戦争がそれにあたる。 面、明キラへ解明。著名な例として、前漢の皇素の意味名が、国だったために、漢の人々が、中国、愛、国を、中国、小国と言い換えた。例、進むの文帝の意味名が、明キラだったために、真の人々が、歴史上の人物、王将君を、王明君と言い換えた。例、真の、生息を規定の意味名、剣を避け、世人が、 原村のことを元孫に言い換えた例や、資金上の原部門を人部門に改めた例が挙げられる。ただし、原王朝の皇帝に関わる厳しい引きと対照的に、前朝の皇帝の意味なお政人が避けることは、まずないと考えてよい。そのため、文中に現れている引きを利用して、ある書物が発行された年代を推定することが可能である。皇帝でなくても、 儒教で成人とされた講師についても引きが行われ、意味名の丘を避けて、急に改めた例がある。新朝が崩壊して以来、意味名を避けるべき皇帝が中国には存在しなくなり、少なくとも国中がこぞって、特定の文字を避ける必要はなくなった。結核の例。新の皇帝,帝の意味名である、元のそれぞれ最終の一角が省略されている。改めあざ当該の文字を、 同じような意味を持った別の文字あるいは語句に置き換える。親切な書物では引きを行った文字を丸で囲む例があったが稀である。空アザ陶外の文字自体を記さない。空欄にする場合の表記にする場合、傍字や意味な字に置き換える場合などの方法がある。結核当外の文字の一角を記さない。中国と同じく儒教の影響を色濃く受けた朝鮮でも、 匹の習慣は固く守られた。王の名前はもちろん、自分の先祖の名前の文字もはばかられた。そのため子が生まれると、俗府を引用し、先祖の名を確認してから、先祖の名に使用されていない文字で命名を行った。日本では貴人を意味名で呼ぶことについては、中国と同様に実名経費の習慣があった。例えば天平商法9年5月には、天皇と皇后の名と、 藤原鎌谷、藤原富人の名を生命に用いることが禁じられている。これによって、生の首と文みは、党に改められた。また、日立国の白壁国や大友氏は、天皇の名をはばかって解明されている。源氏物語の登場人物もこうした風習を反映し、鬼人の実名は徹底して伏せられている。このため鬼人を呼ぶ際には、 簡易名や居住所などを実名呼称の代わりとした。室町時代以降は、館号から親方様、将軍の性質を、五代所、こうした居住所からの継承が派生した。近代の皇室転板制定後は、こういう継承となり、受け継がれている。また、日本には通じの習慣があり、鎌倉時代から江戸時代の武家社会などでは、主君の意味名の字お家臣が配慮する。 変記授与の風習が存在した。意味名を構成する字を徹底的に避ける中国や朝鮮のような引きの風習は定着しなかったが、数字や変記に用いられる意味名の文字の使用には慎重さが求められ、後実の方向字証明事件で徳川家康が激怒したのは最もだとする見方もある。ただし、江戸時代など儒教の影響を強く受けた時代では一部に引きが行われている。 現状引きの例中国歴代の引きを網羅的に掲載。ただし、中国語。ありがとうございます。